こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビター、始めていきましょう。爆破戦に向けて、サブメンバーで行ってみましょう。強い。もう油断しちゃいけません。ラストチャンスでしょう。負けてしまった。
も結構溜まってるな。大丈夫。あ、これは、そっか。煮込む。煮切れない。でも取るのも危ない。虫がいるんですよね。ここのあたりから。自分で持っていく。お茶ボールをするのにチャンスが広がります。手を抜くんじゃなかった。縦にパス、あー、オフサイドだ。今後もう時間がなくなって相手以外攻められてしまう。あー、負けてしまった。もう手を抜いてはいけないですね。手を抜いてくつもりはなかったんだけどな、これどうだ。なんだ、思った以上人は出てんと思う。自由っていう自由度が強いってことですよね。あ、止め合ってなかっただけなのかもしれない。久しぶりの敗北となりました。意外と課題をいただいてない。まだ2はキープです。筑波タワーとの得点差は7点に広がってしまいましたね。3敗目、勝利だったんだ。強くないよな。まあディフェンダーは強いけども。
あ次はマクラー戦ですね。今のアジアチャレンジ投票の成績ですが、そのマクラーがトップ、クラーカリバーズが2位、2位なのかな、つけております。おそらくバラワンティとの差は点でしょうね。こちら4点、バラワンティが3点です。バクラーに勝てばバラワンティの成績次第ですがトップで進出できるのではないかなと思います。バラバンティはカオマンカオマンガイのだから結構得点取ってきそうなんですよね。だからある程度得点差をつけないといけないかもしれないですね。グループ A は4チーム並んでますね。全部1勝1敗。そしてどうなるか、ということで次はマクラー戦です。この主力全部出していきたいと思いますので、で、クリーンを戻します。ということで、まだまだ力不足でありますが、次回マクラー戦入れていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。概要欄に。Twitter プレイリスト表示しております。ぜひご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で